始まりは一人の少年の願い事だった。猿の偶像には願いを叶える力がある。ただし一人の命と引き換えに。僕の願い、先生、劇場版呪い鬼2、正義感に満ちあふれた少年の選択。僕が両親が仲良くなるように願い事を叶えに行きました。